今年の暑さは4000年ぶり。9月も過去最高を記録。1。米海洋大気局ノア、NO AH、によると、9月の世界の平均気温は陸上、海上とも1880年に観測を始めて以来、最高を記録した。これで5ヶ月連続で記録的な暑さが続いたことになり、今年の暑さは4000年ぶりだった可能性もあると専門家は指摘している。